キケンドクテレワークによってお客さんも割とこう自由にですね情報にこうアクセスするような時間というのも増えてでじゃあそうなったときに自社がターゲットとしているその企業のそのご担当の方々っていうのがどんな課題を持っているのかということとか何に興味を持っててその方々が 極端な話。どんなネットの検索を行っているのかということとかを、ちゃんとこう想像する力ですね。こういうのが必要とされると思います。その時に、その方々が興味を持っているであろう内容を盛り込んだ、そんなコンテンツを、営業自身が生み出せるかどうかですね。例えば、ベルフェイスという会社であれば、えー、こういったツールの導入を検討している大手企業があったとしたら、えー、例えば、じゃ大手企業さんの場合、同業他社はどんな風にして、 営業をデジタル化してるのかっていうことを、やっぱすごく気にされるわけですよね。あとは、例えば、こういったオンライン商談を行うことによる、このセキュリティ面のリスクってどんなことなのかとか、やっぱ皆さん気にされるわけですよ。その時に、えー、そういった方々が気にされてる情報をまとめた、例えばそういったホワイトペーパーを作るとかえ、こういうことが自分自身でできるかどうか、お客様の課題を解決できるような、そういったコンテンツを考えて、で えー、発信できる。こういう営業っていうのは、えー、新しい時代においても取り残されずにですね、活躍していける、えー、人材だと思います。あとはですね、えーまあ、例えば、えーまあ、自社の商材の特性とか、あとは既存のお客さんとのそ関係値に合わせて、オンライン商談を行うべきなのか、それともこのお客さんには訪問をするべきなのかっていう、 このあたりでのですね、切り分けとか設計とか、まあ、適切な選定ですね。こういったことが正しく行えるかどうかっていうのも非常に重要だと思ってまして、えーまあ、何でも訪問っていう時代じゃ間違いなくなくなるわけですけど、でも、えー、何でもオンラインっていうのが正解でもないと思ってます。それらをきちんと設計して、まあ、自身やチームメンバーの営業効率を上げてですね、こう成果を最大化できるかどうか、これは非常に重要なポイントになってくると思います。 移動の時間がなくなりますので、えー、その移動の時間をまた別の商談を行う時間に置き換えて、例えばですけど、月間、訪問営業であれば、月に20件ぐらいしか商談ができなかったものが、オンラインに切り替えることで、まあ、例えば2.5倍の50件商談ができるようになりましたとか、多い方では月に100件商談してますとか、まあ、こういうことも十分実現できてしまいます。あとは、訪問ですと、ついついですね、あの 来週のスケジュールいかがですかとか、じゃその来週のスケジュールが合わないと、えー、商談が2週間先になるとかっていうのも珍しくないんですよね。ただこれがオンラインであれば、例えば、明日の午前中って席に座ってらっしゃいますかとか、それが無理であればあ、じゃあ午後何時ごろ席に戻られますかとかというふうにお聞きすると、あ3時から4時の間だったら私、席にいますよってなれば、あ、じゃあその時間にぜひ、 えー、ウェブ会議つないでお話しさせてもらいたいのでとかっていうふうに、えー、商談のですね、こうリードタイムが短縮できるので、えー、当然ともな、伴、え、い、ー、そうすると、1ヶ月先にようやく受注できてたものが、えー、例えば1週間後にはもう受注ができているとか、こういうこともできるようになります。あと、意外とですね、皆さん、あのー、お気づきになってない大きなメリットっていうのが、オンラインで営業を行うっていうのは、録画録音をして、 データとして残しておくことができるので、実はこのマネジメントの効率化とか、あとは新人の育成ですね。特に成績を上げている営業マンの、そのベストの商談を、例えば溜め込んでおいて、それを見て学べば、わざわざ営業の動向をしなくても、何度でも見て、何度でも自分で練習ができる。これは大きなメリットですね。複数人で商談をするときですね。えー、誰が、 どんな役職で,で、キーマンなのかっていう、その方々の力関係みたいなのが、やっぱり訪問に比べると分かりにくいですね。まあ、もちろんですね、こういうふうに、あのー、顔が並んで,で、事前にどの方が部長で、どの方が課長でみたいなことが、ある程度事前に予備知識としてあったとしても、まあ、その場で、えー、パッと見比べて、あ部長、課長っていうふうにぱっと一致するわけでもないですし。 目の前にこうやって、訪問だったら名刺を交換して並べておけば、えー、すぐにこう、パッと把握できるわけですけど、そういうことが、えー、やりにくいみたいなのは、やっぱりやってる私、もう5年以上やってる私でも感じることはあります。あとは、まあ、そこが慣れてきてクリアになったとしても、えー、一人一人のですね、こう、ふとした表情の変化とか、何かこう資料を見ながら、うーん、みたいな、こう、 ちょっとこう、懸念な表情をされてるなとか、あとは、まあ、営業をやってると、自分がお伝えしてることが、すごく理解いただけて、で、こう納得してくれてるなっていうこともあれば、逆に、えー、いまいち、この方ご理解いただけてないなとか、こう、納得されてないなっていうのを、こう、感じることってやっぱあるんですけど、それをですね、こう、見極めるみたいなのは、オンラインでやろうと思うと、なかなかハードルですね。こう、カメラを、 オフにすするることもでできるわけですよね。表情をそのまま見せないとかっていうのもやっぱりあったりもするので、その辺は、えー、難しいとこだと思います。あとはですね、こう、非常に細かなポイントで言うと、訪問するとなれば、行ったけどいなかったみたいなことってあんまりないですよね。当然も、こちらが出向くので。でも、オンラインの場合は、割と簡単にアポイントも設定しやすいんですけど、えー、時間になって、こう、ウェブ会議の前のことこって待ってても、 なかなかこうやってこなくて、で、後でこう連絡したら、あごめんなさい忘れてたとか、あとは、あの、アポイントがやっぱ敷き詰まってしまうので、前のアポが長引くと遅れて入られるとか、時間通り始まらないとか、こういうこともオンラインならではの課題なんじゃないですかね。